ルーネベリの記念切手、ストール騎士物語ルーネベリタルというハンルードビーグ。ルーネベリは、スウェーデン王国、ヤコブスタード出身で、スウェーデン語系フィンランド人の国民詩人。代表作は1848年に表された、長編詩ストール騎士物語で、冒頭の、我が祖国母なる大地よは、フィンランドの国家である、我らの地の歌い出しに用いられていると同時に、 スウェーデン語で、我らの地を作詞したことで名高い。なお、ルーネベリがスウェーデン語で書いた、我らの地をフィンランド語に訳した人物は、同国出身の詩人、翻訳家のパーボカヤンデルであった。また、1916年に、ノーベル文学賞を受賞した、スウェーデンの詩人ベルネル・フォン・ヘイデンスタムは、ルーネベリを、スウェーデン語詩芸術のダヴィンチと称賛した。1804年2月5日、 スウェーデン王国のヤコブスタードにて、貧しい船長であった父ウルリクと母、アンナのもとに生まれた。初期は、バーサとオールで学び、1823年は、トゥルク王立アカデミーに入学し、古典語を学んだ。なお、トゥルク王立アカデミーの同期には、同国出身の哲学者、政治家のユハン・ビルヘルムスネルマニア、作家のエリアス・リョン・ロートラがおり、 また幼くして、首都ヘルシンキへ出てきた歴史家のザクリスト・トペリウスらと親しくなった。1827年に学位を習得し、その後はルオベシア・サーリアルビで家庭教師として働いた。1830年、諸女作である詩集、歌を表す。1831年には、同国出身で作家のフレデリカ・ルーネベリと結婚し、 後に8人の子供を子宝に恵まれた。1937年には、ポルボーやヘルシンキ大学で、ラテン語や、修辞学の助教授を務め、ポルボーにあるギムナジウムにて教師としても務めた。1848年から1860年に、かけて、ルーネベリの代表作で、ロシアスウェーデン戦争を描いた、愛国史、ストール騎士物語を表す。 ストール騎士物語の冒頭である、我が祖国母なる大地よは、後に、カヤンデルにより、フィンランド語に訳され、フィンランドの国家となった。1877年5月6日、ボルボーで母子。1948年に、フィンランドでルーネベリの記念切手が作られた。2004年、ルーネベリの生誕200年を記念して、記念効貨が製造された。ルーネベリの作品は、 当時フィンランド語が文学語でなかったためスウェーデン語で書かれている。お菓子のルーネベリタルトはルーネベリの名に由来する。甘いものが好きなルーネベリのために妻のフレデリカが作ったのが最初と言われている。フィンランドでは1月からルーネベリの誕生日である2月5日までカフェなどのメニューに載るがポルボーでは1年中提供しているところもある。ありがとうございます。